46はダメ、46はダメだって。はい、僕決まりました。うん、ここは4角、井口選手の角まくりに期待。で、まくられてるとしたら石野選手は3着もいらないかなっていうことで、1、2、5、1、2、5、6という感じで、石野選手は完全に切ってるんだ。完全に切った、もうまくられて。ああ、これつきますもんね、絶対。これはつくと思うよ、そこそこ。ただほんま進入がどうなるかわからないけど、さっき見たくちょっと遅れて回り直してきたらなお絶好の形になると思う。なんだろう、6点を付け足します。1からの23の2346、石野選手も普通にいけて、その時ね、その時は逃げて、ただ3着5を切って6が面白い存在かなと思ったので、3号艇石野貴之人気対抗格です。井口さん、進入はインコースから1番2番3番4番6番5番です。あ、井口さん行ってんじゃないか、これ。行ってますね、4号艇の井口、そして6号艇の、いや、じゃあ石野が行ってる。やばい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 、逃げ体勢をすごい抵抗して、あ、これ4に展開できる。よーし、4号艇の井口と刺す2号艇の山田、6号艇、これ4入ってる。間から4号艇の井口、よしよしよし、4-2、4-2、めっちゃ4-6はダメ、4-6はダメだって。4-6はダメだ、ほら、いい人見てるんやんね。ちょっと待って、ほら、こだまだよ。いやいや、6は大丈夫でしょ。小回り5号艇、ここだまだよ。伊藤です。先回した4号艇、ちょっと待って。一定審判前、先頭で。これありますよ。あ、大丈夫大丈夫、これ4-1だって。力迫ります。6号艇の伊藤、その内に2号艇山田。やばいよやばいよ。お願いします、神様。やばいです。4号艇口義則、ここも握った1号艇の石橋に詰め寄っていく。よしよし、3つとも頼む。で、6が絡めばちょっと高い。先頭4号艇の伊藤。いいな。では1号艇、頼む頼む。リードを広げました。3番手は6、もう6、3着、2停心優勢で、なんて実況さん、4-1の体型で2周にマーケット向かっていきます。先頭4号艇の井口義則、2番手は1号艇の石橋、いや関係ないです。6号艇の伊藤、切り込んでいくのは2号艇の山田です。ちょっと伊藤さん、もう守ってくれよ、そこ迫る。2号艇の山田、3停心差、5号艇の木下、3号艇石の最後方で最終周回です。先頭4号艇井口義則、2番手は1号艇石橋道友、3番手6号艇の伊藤に打ちをつきます。おーい、の山田バックストレッチに入ります。6号艇安くなるだろそれ。外に切り替える2号艇の山田、4番手あとは大井さんで、5号艇の木下、あ、そんな変わらない。あ、ごめんなさい。最終ターンマークに向かっていきます。シリーズ初の星に向かう4号艇の井口義則が先頭、1号艇石橋道友2番手、注目の3番手は6号艇の伊藤に、ここも角度をつけて切り込んだ2号艇の山田ですが、3番手は6号艇伊藤優勢で第2レースゴール。先頭4番井口が5輪、2番手は石橋が5輪、3番手は6番伊藤で5輪。ありがとうございます。すごい、ありがとう。当たった人結構、確かに井口さん頭、お、やった、2番もついてる。よ、やったー。やっぱ普通にまたやったって言っちゃった、恥ずかしい。よっしゃよっしゃ、2番もついてる。嘘でしょ。え、やばくない、これ無理じゃん、もう。うわ、やっぱ 906%。 よし、 1000% には届いてないけど、なんじゃこれ。